安倍総理大臣は消費増税に伴う景気対策を2019年度と20年度の当初予算に盛り込んでいくよう指示しました。経済財政諮問会議では経済財政運営の指針となるいわゆる骨太の方針の骨子案などについて議論されました。この中で政策経費を借金に頼らず賄う基礎的財政収支について2020年度の黒字化目標を2025年度に先送りにして、その中間となる2021年度に GDP 国内総生産に対する赤字の比率を2017年度の半分に抑えることなど3つの指標を設定しました。そして安倍総理から2019年10月からの消費増税に伴う景気対策について2019年度と20年度の当初予算から盛り込んでいく方針を示しました。